ここに一つの缶詰がある。いや、待て待て、落ち着こう。まだ俺は、ここに一つの缶詰があるとしか言ってない。何の変哲のない、ただの桃缶だ。熱を出した時とかに、ちょっと食べたくなるやつ。みかんの缶詰と迷うけど、世の中どっち派が多いんだろう。まあ、どっち派が多かろうが、今俺の目の前にあるのが桃缶だってことには変わりない。そして、今の問題は、この、缶詰の蓋の部分。昔と違って、今は便利なもんだ。缶切りを使わなくても、パキュッと開けられるようになったんだからな。だが残念ながらこれは、缶切りを使わないと開かないやつだ。ちょっと、大丈夫？全然大丈夫じゃないじゃん。ほら。なんだこれ？あんた、昨日学校休んだでしょ？プリント、持ってきてやったんだから感謝しろよ。よもやまが？文句あんの？いや、文句ってか。んじゃ、お茶の一つでも出したって、罰は当たんないっしょ？
なんで頭、かち割ることになったんだよ。ああ、まあ、元をたどれば、こいつのせいだ。一体何があったん？これ。5年ぐらい放っといたら、膨れたらしい。普通の人間は、缶詰を5年も放っとかないだろう。いや、それには理由があるんだが、いつ買ったのか記憶になくてよ。いつの間にかうちにあったんだ。不可抗力だろ？ただ単に忘れてるだけっしょ。そうかもしれない。で、まあ、捨てないとな。捨てるにしても、開けないといけなくね？何？突然。いや、なんか今。死ねえし、生きてる場合か！俺の部屋が危機にさらされている！最悪逃げれば一緒。あんたは本当に口が減らないよね。
お前にだけは言われたく。え、ちょ、何してんすか、よもやまさん。てか、なんでみかん？製造途中で詰め間違ったんじゃない？そんなことある？あったろ。ちゃんと見てたのかよ。いや、見てたけども。細かいこと気にすんなって。これで一件落着。問題は解決じゃん。にこりと優しげに笑うよもやま。俺はややしばらく呆然とそんなよもやまを見ていたが、そうだな、とつられるようにふっと笑って言う。賃貸の窓ぶち破られてんだけどな。俺。あれ？どうしたの？何か元気ないみたいだけど。うん、俺でよければ。実は、うん、最近夢に桃缶が出てくるんです。違うんです。俺の話を聞いてください。大丈夫、聞いてるよ。そうだね、桃缶は怖いよね。うん、怖い怖い。やめて、腫れ物に触るみたいな曖昧な相槌打たないで。そしたら夢に桃缶が出てきて、うん、その中から人知を超えたような色の何かがずるりと出てきて、うん、俺に無理やり食わそうとしてきたんですよ。ああ、それはやだね。ですよね。でももう一つ怖いことが起こって。朝起きたら捨てたはずの桃缶が枕元にあったんです。うわぁ、おや、バカだね。これはノンフィクションなんですよ。お約束だろうとなんだろうと、怖いもんは怖いんですよ。
ねえ、その桃缶、今持ってる？何言ってんすか、あるわけないでしょう。誰が好き好んでそんなもの持って歩くんですか。じゃあそれ見せてもらえない？は？え、本気？もちろん。膨らんでるなんて言うから、一体どれほどのものかと思ったけど、案外常識の範囲内だったね。がっかりしないでもらえます？開けてみるのはどうだろう。案外問題が解決するかもしれないよ。面白がってません？だったら、八代さんが開けてくださいよ。それは遠慮するよ。でしょ？俺だって嫌ですよ。こんな得体の知れないもん。ゴミを捨てるときは、ちゃんと分別しないと。そのまま捨てたから、次の日誰かが戻したんじゃないかな。じゃあ、開けますよ。心の準備はいいですか？軽いなあ。あ、で、あれからどう？どうもこうも。最悪です。毎日夢枕に立つんですよ、あれが。そうなんだ。恨めしそうな顔して、桃の進化系が。
お祓いに行くべきでしょうか。はあ？誰が、何を謝るって言うんですか。彼はきっとちゃんと桃缶を開けてほしかったんだよ。なのにあろうことか放り投げたでしょ。あれはちょっとやりすぎだよ。八代さん、なんであの生物よりで話してるんです？え？だって彼うちの店によく来るもの。はあ？ちょ、待ってくださいよ。八代さんとこって美容室ですよね？そうだよ。あんなツンツル店、どこ美容するんですか。こらこら、そういう物言いは良くないよ。彼だって立派にお客様なんだ。あ、すいません。いやでもおかしいでしょ。そもそも人間じゃなくね。お客様にだってそれぞれの都合があるんだから。え、なんで俺がたしなめられてんの？俺なんか間違ったこと言ったか？何？何なわけ？え？あの生物を受け入れられない俺が悪いの？思わず八代さんをまじまじと見つめたら、屈託のない笑顔が返ってきて、ふわっと、桃の香りがした。ここに一つの缶詰がある。だったら、八代さんが持って帰ってくださいよ。家でじっくり観察してみてください。おう、確かにそれはいいね。え、マジで？え？冗談だったの？いや、俺の方は全然持って帰ってくれて構わないけど、でも本当にいいんですか？そうだね。でもちょっと楽しそうじゃない？言っときますけど、非常食にはならないんですよ。マジで賞味期限ぶっちぎってるんですよ。消費期限だってとうの昔に切れてますからね。大丈夫。承知してるよ。やっぱ返すって言っても、俺は断固拒否しますから、いいですね。心配性だね、君は。なんなら念書でも書こうか？ぜひお願いします。これで。いいかい？ありがとうございます。これで俺は毎日快適に過ごせます。じゃ、ちょっと観察してみるよ。もし君の方に何か変化が起こったら教えてくれると嬉しいな。はい、あざます。
それだけ美容師さんの腕がいいのかな。そうでしょう。ネットでも話題に上がってるし、検索すれば絶対出てくるもん。美容師さんの話によると、とある缶詰を手に入れてからすごく繁盛し始めたみたいだよ。何それ、缶詰って。本当かどうかわからないんだけど、どうやら膨張した桃缶って話。何をどうしたら缶詰が膨張するの。さあ、その桃缶を開けようと思ったら、そんな暇がないくらいにお客さんが来るようになったんだって。どこまでが本当なのその話。さあね。でも世の中には不思議なことがいっぱいあるし、そんなこともあるんじゃない。八代さん。おう、君か。こんにちは。忙しいところすみません。あの、これは一体。すごいだろう。まさかこんなにお客様が来るとは思わなくて、君にも連絡できなくてごめんね。そんなことはいいんですけど、あの噂って本当ですか？桃缶のこと？ん？なんか変なものが爆誕したりだとか。今のところ大丈夫かな。その瞬間、ふわりと漂った桃の花。え？これってあれなのか？捨てられそうになっていた桃缶の恩返し的な？そう考えて、俺は不意にゾクリと悪感を覚える。いや、恩を感じることができるなら、お礼参りだって。それはこっちのセリフだっつーの！何しれっとそんなヤバい缶詰開けようとしてんだよ！道連れは多い方がいいだろ！ふざけんな！あんた、どうやっても私の前でそれを開けるつもりかよ！とりゃ。ああ！何しやがるよもやま！
自業自得っしょ。5年経ってようやく開けられたんだし、感謝してもいいくらいじゃん。するかボケ！誰が掃除すると思ってんだよ！我の封印を解いたのはお主らか？誰？え、マジで誰？っていうか、普通に不法侵入じゃね？いいな。我は桃の精。礼を言うぞ、若者よ。よくぞこの我を、700年余りの封印から解いてくれた。700年前に、缶詰製法あったか？700年の封印から解いたの！これは心ばかりの礼だ。受け取るがいい。いや、別に礼とかいらんけど。いいじゃん。くれるって言ってるんだし、もらっとけば？なんだよ。お前、持って帰れよ、これ。俺はもう当分、桃缶は見たくねえ。待てよもやま。この缶詰にはな、すごい秘密があるんだ。どうせ口から出まかせだろ。いや聞けって、この桃缶はな、ただの桃缶じゃねえ。5年も賞味期限をぶっちぎってる時点で、ただの缶詰じゃねえよ。茶化すなよ。いいか、この桃缶、実は中には見たことのないような黄金財宝が眠っているんだ！騙されるか！あんた、どうやっても私の前でそれを開けるつもりかよ！俺はもう当分、桃缶は見たくねえ。
いや、待て待て、落ち着こう。まだ俺はここに一つの缶詰があるとしか言ってない。何の変哲のないただの桃缶だ。熱を出した時とかにちょっと食べたく。もちろん。